やっていかなきゃいけないという難しさあると思うんですね。3位と4位の直接対決ということになります。それを今比較的こう縦に長いボールを、ね、入れてますんで、はい、さあここは左から入っていきます。森田キープ、シュートいった、モンダのナイスセーブ、セカンドボールヘッド。非常にやっぱり加藤から、まあ、少しこう相手が、ね、滑ったところもありましたけど、森田がいいところでボールを受けて、さあ今度は右が空きます。原照之が高い位置を取っていく、前には中山もいますが、さあここからドリブル開始、グランダー通していきますが、さあここは抜けるカルリーノ・スチュリオ、右足だ、ブロック、セカンドボール鈴木唯人、決めた。フランスから戻ってきた鈴木唯人、復帰後初ゴールが来ました。バウンドをうまく合わせながら、鈴木が、まあ、そんなに力を入れてないですけどコースを狙ってインステップキックでうまく合わせましたよね。はい、はい、正面の位置に染野、それから平、山越といったターゲット、平が行く、跳ね返していきます。セカンド右シュート、左へ流れていきました。斉藤光介狙ってました。右から一つ北爪がチャンスを作れるか、塩に入れた、もう一度カレニースジュニオ、外には白崎、白崎も高い位置を取れるようになってきて、カルニオスにを北爪落として、カルニオス、まだあります。岸本がボールキープ、縦につけたワンタッチでつないでいきます。カルニオスに抜ける、完全に抜け出した、1対1キーパーと浮き球、マーテウス大きな仕事をしました。シアゴサンタナが体を張る、ボールは清水ボール、そしてここでタイムアップの笛、3位と4位の直接対決。